シラスタです。イエーイ。というわけでボイストレーナーがお届けするリアクション動画、本日は XG のティピトー。この XG はね、全然オフィシャルの情報が出てなくて、ガールズグループであることは間違いないんですけれども、ガールズグループってやっぱさ、オカマ心をすごいくすぐるわけよ。もう古くで言えばさ、もうセーラームーンだったりマックスだったりスピードだったりモームスだったりさ、デスティニーチャイルドだったり、おしゃさんさ、もうガールズグループと共に育ってきたんですけれども、ちょっとセーラームーンがガールズグループかどうかって話してきゃやめてーって感じなんですけど、じゃあ本日も早速、まあ前情報なしでリアクション行ってみたいと思います。日々ゴー、参ります。かっこいいのよ。全部英語なのよ。ちょっとなんか最近全部R指定さんの動きになっちゃう病気になってるんですけど、本当に弾きすぎて R指定さんをちょっとごめんなさい、違う人の話しちゃった。ですね、もう全部英語詞なんですけど、オフィシャルのミュージックビデオ字幕ついてて字幕が出るんですよ。ちょっと字幕見てみましょうか。これさ、 Watch the way we lead the way we walk the way we glow はさ、私たちの一挙一動をもたらす営業を輝く姿逃さないでってさ、ちゃんと和訳つけてくれてるのに、こうね、あと全部和訳ついてるんですよ、基本的には。なのにさ、ここはね、和訳つけてくれてないのよ。おしゃれじゃない？で、これちょっと調べてみたんですけど、keep you on your toes っていうのは、あのね、誰かの注目を、注意引き続けるって意味なのね。だから、私たちがこう、もうほんとガールズグループとして世界を変えるわ。皆さんついてきなさいみたいな、ずっと私たち注目してなさいみたいな、そういう意味なのかなと思ってるんですけど、ここだけね、和訳をつけてくれないっていうの、おしゃれさがすごいですね。ちょっと、次のパート行ってみましょう。はい。はい。私のね、このグループの今のところの推し、注目してるのはこのジュリンさんって方なんですけど、あのね、このジュリンとハービーって2人でラップしてるね、動画がね、この XG の動画で、あのチャンネルで上がってるんですよ。ちょっと概要欄貼ってるんで、絶対見てください。まあ、そこのジュリンがマジで本当にラップがかっこよすぎるの。で、ハービーも後でかっこいいんで後で言うんですけど、ジュリンさん本当にかっこよくて、まだここのね、パートはジュリンのスキルのうちのなんか 5% ぐらいでやってるみたいな感じなんですけど、もう隠しきれないかっこよさがね、出てるんですよ。次行きましょう。もう本当注目。ここはね、ジュリアって人がやってるんですけど、これ逆にね、ジュリアと、出てくるね、チサっていうこの二人で、ボーカルパフォーマンスをしてる動画があるんですよ。ボーカル二人だけでボーカルパフォーマンスしてる動画があって、それもマジでやばいんですけど、これだから、ジュリアの歌声、やばい、これさ、でさ、このさ、スカイと We are on the rise の We are の言い方、これさ、ほんと激烈歌うまい人の言い方なので、これもね、多分ね、全部のスキルのうちのね、10% とかぐらいでね、歌ってるんですけど、ちょっと聞いて。スカイ、スカイ、スカイ。これ歌うまい人のやつじゃん、すんね。この後 We are。We're on the ride. 裏声からヒュッてなんか地声というかミックスというかでヒュッて降りた時の、みんな髪の毛めっちゃ振ってるじゃん。ジュリン？これジュリン？合ってるかな？なんでさ、ガールズグループってこんなにさ、オカマ心をくすぐるんだろうね。ちょっとオカマ全員くすぐられてなかったら申し訳ないんですけど、すごいオカマ心くすぐられ。鼻水出ちゃった。もう誰が歌ってるのかちゃんと誰か教えてほしいんですけど、ちょっとこの後でもね、この後ね、ちょっとまた私の注目はハービー大先生がいらっしゃるんですね。いきます。はい、声やばい。この声好きなの。ラップできるブリトニー・スピアーズって感じ。ちょっと噛んじゃった、普通に。ごめんなさい。なんかさ、声がいいっていうのはさ、いろんな良さがあるんですけど、ラップしてる時ってさ、なんか、スカイハイの日高さんとかも言ってたんですけど、スカイハイの日高さんってなんだ？スカイハイは日高さんなんですけど、でさ、やっぱさ、声が抜けないっていうのはめっちゃ重要な条件なのね。で、このさ、ハービーの声ってさ、ずーっとこう、ねね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 ってさ、こうなんか、ちゃんと突き刺し続ける、マイクに入り続ける声なの。ちょっともう一回聞いてみて。わかる？圧倒的な。ごめんなさい、多分
の今のパートココナさんって方が歌ってるんですけど、これさ、何がすごいかって、さ、ハービーとジュリンはラップのね、動画が出てて、チサとジュリアも歌、ボーカルのパートが出てるんで、あと3人はさ、ダンスラインであんまり歌ったりしないのかなと思ったんですけど、めちゃめちゃかっこよかったじゃん、ココナさん。これもしかしてさ、全員が全員さ、ダンスができて、歌ができて、ラップができるっていう、なんかちょっと狂ったグループの可能性があるなっていうので、今後の曲が注目でございますということでございました。ジュリア！はい。はい。なんかクリスタルボイスとはこれのことを言うんだろうなっていうから、クリスタルさん、ちょっともう一回聞いて。やばくない？美しくない声。なんかさ、ボイストレーナーから見て発声をさ、尖らせるっていうのは結構できるね。こっちにちょっときつくしていくっていうのはね、割とね、喉のコントロールできるんですけど、やっぱね、この透き通ってるかどうかってね、生まれ持った声帯のね、これなんか綺麗さみたいなところで絶対あると思ってて、な、マジ本当にこの才能がこのグループにいるっていうのは今後が楽しみですねっていうのと、やっぱだからジュリアとチさんのやつ見て、動画よろしくね。ここ誰？ここ多分ジュリなんですけど、マスターピースの言い方。マスターピース。わかる？ちょっとマスターピースかっこよすぎない？ピースでちょっと溜めてんの。マスターピースじゃなくて、マスターピース、マスターピース。P の後、前に M を入れて溜めてんの。マスターピース、マスターピース。ほら、スキルのね、片鱗が垣間見えるのよ。みんななんか 20% ぐらいで本当に仕事してるって感じ。すごいね。はい。あ、小さね。小さね。なんて言ってるのこれ。Lace them on tight って言ってるのかな。ちょっとタイトの時のさ、声のさ、ちょっとなんか、うぇーっていう感じ、ちょっとギターみたいな感じを聞いてほしいな。じゃあ、レッスンでも、の、ちょっとお知らせできないな。タイトのさ、声の鳴り方すごくない？じゃあ、おい。で、私一応ボイストレーナーなんで、歌のことだけにね、元気を留めておきたいんですけど、多分ダンスもやばい、全員。ダンスもね、一人ずつのね、パフォーマンス動画みたいな上がってるんで見てほしいんですけど、ダンスも多分全員やばい。まあ、一応ね、中高6年間ダンス部だったんで、まあ、ダンスも多分やばいんだと思う、みたいな。やばいんだと思うしかいないけど。はい、最高。できない、もう一回、もう一回。プレイ、こんなに回してるかな。ちょっともう一回聞いて。Here to dominate のところもすごかったね、今、フェイク。でもさ、これさ、ボーカルパフォーマンスの方見てもらえば分かるんですけど、やっぱね、力のね、20-30% ぐらいでね、まだ出してないんですよ。あのね、これ待って、手抜いてるわけじゃなくて、なんて説明したらいいんだろうな。ちょっと他のグループの悪口じゃないんですけど、あのさ、例えば本格派とか実力派とかさ、っていう人たちって、日本からデビューするとさ、できる100の技を持ったら100の技全部使ったデビュー曲出そうとする傾向があると私は思っていて。ごめんなさい。これなんか誰かに怒られたらごめんなさい。思ってるんですけど、それってね、あんまかっこよくなくて、私は100、これができますみたいな曲になっちゃうとさ、やっぱなんか、その音楽のかっこよさみたいなのがどっか損なわれちゃう気がしてて、お城さんは。だから、なんかすごいね、もう出し惜しみしてるのかわかんないけど、この楽曲のためにこのスキルがただ必要だから今20、100のうちの 20% くらい使って歌ってます。イエーイみたいな、そういう感じがこのグループはかっこいいねっていうようなそういう感じでございます。って思った。伝わったかな？
toes. やっぱなんか私ちょっとジュリン好きかも。真ん中ジュリンだよね多分ね。違ったごめん。美女も押せる。いやもう。待って、去り方かっこよすぎ。去り方が。おかま心くすぐる。はい、というわけで、XG Tippy Toes のリアクションでございました。ちょっとさ、まだちょっと私も情報が少なくて全部こう勉強しきれてない部分があるので、一緒に追っていきましょうというところでございます。はい、ありがとうございました。せっかくなんで、おしらさんも同じ去り方しますね。